ニタプラネットです。今日ご紹介するのはシニアマスタービルダートッド・クラウス製作の1978テレキャスターデラックスレリックです。こちらは日本市場向けに作られたスペックピースの一本で、軽量のアッシュボディに追いまさめ状のメープルネック、クニフェマグネットを採用したワイドレンジハムバッカーを搭載しています。それでは音を聞いてみましょう。実際のヴィンテージギターよりも高額でありますが、世界トップクラスのテレキャスターデラックスであることは間違いありません。ぜひチェックしてください。